ではウィンマーベルにつきまして深山正史調教師にお話しいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますまず前走半球杯人気に応えてゴール寸前差し切りました振り返ってみていかがでしょうかそうですねああのまあ、心配していたスタートもしっかり決めてくれていい位置で競馬できたし、まあ、最後ちょっと際どいところをしっかり差し切ってくれて あの改めてこの馬の力が発揮できた競馬が重賞連勝ということですがここに来て変わった点成長してきた点は何かありますでしょうかそうですねまあ今までもその馬場であったり <laughs> スタートであったり枠順であったりとちょっとかみ合わないところがあったところもあったと思うんですけれどまあ ここ最近はそういう課題も克服してくれたところもありますしふ、まあ、普段の調教自体もそのすごい時計も出るような調教ができるようになってきているので、まあ、そういう意味で、まあ、どっちからというとあの精神的な前向きさというかそういう面での成長があったのかなと思います前走後、レースが終わって松山騎手は何か変わった点などについては話をされていましたか。 そうですね。そういう話はした覚えはなかったんですけれど。してる覚えはないです。<laughs> はい。さて、えー、その後ここへ向けての調整、どのようにして過ごしてきたんでしょうか？まあ前走後も在休したままえー、あの予想を見てたんですけれど。まあ競馬後も特に馬体足元と。 異常もなく、あのー、競馬終わった後の週末にはまた乗り出すことができまして、で、まあここまでまあ少しずつ負荷をかけていく中でも特に大きな問題もなくここまで来れたかなというところです。予定通りここまで来たと。はい、そうですね。そして今朝の追い切りどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ先週えー、っとまあ水曜日と日曜日結構。 しまいもしっかり追って強いところやってたのでまあ今週はいつも通りというかあの輸送もあるのでまあそんなに無理はしないでっていう予定でしたけれどまあ有利しない中でもいい時計というかはいしまいも11秒2で動けてたのでもう状態はあの競馬に向けてしっかりまあできたのかなという感じはしました。大一番へ向けて自分に仕上がったと はい自分ではそのように感じましたさて、まあ、昨年振り返りますと、えー、よもやの結果に終わったんですがそれはやはり枠中などいろいろな面があったからでしょうかそうですね、まあ、天候とかも含めてちょっと、うん、ついてない条件の競馬が続いたかなというところはありました。そのお天気なんですが まあ前走は重う馬場で勝ちましたが、はい、またあの週末名古屋は雨の予報なんですが雨が降った場合はどうでしょうかそうですね、まあ、こればっかりあの雨降ってでも,もう競馬するしかないんですけれど、まあ、少しでもいい馬場で競馬をしたいという思いはありますそしてスプリンターが揃いました香港からも。 スプリンターがやってきて、えー、見応えのある一戦かと思いますが勝利を手にするためにはどの辺りがポイントになりますでしょうか。そうですね、まあ、ここまできたらまあとは競馬場に運ぶまでえ状態を維持,維持というかしっかり調整して連れていくだけなんでその後ジョッキーの松山君にお願いするしかないというところだと思いますが。 あの久々の1200メートル戦になるんですがその点についてはどうでしょうかまあそうですね、まあ、スタートにちょっと心配のあるところだったので、まあ、専用の方が競馬はしやすいかなと思,思ってたんですけれど、まあ、ここ数戦のスタートを見るとのようにできれば、1 0 0人でも十分対応はできると思いますとなりますと、力の入る一戦ですね。そうですねはい 勝ちますと、旧車対応して初の g 1勝利ということにもなりますが、その点についてはいかがですかそうですね、まあ、なんていうか、そういうふうになりたいとは思ってますけれど、そうまあ、僕のらの仕事はただ、馬をしっかり作るだけなので、あとは結果がどうついてくるかということだけだと思います。 重連勝して勢いのあるウィン・マーベル、ファンに向けて最後、一言お願いします、はい、えー、っと、まあ、急としては満足できる仕上がりにはできたかなという思いがあるので、まあ、あとは本番、えー、いい結果を出せるように頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。あありりががととううごござざいいままししたた